まず前半29分前沿金沢、この長いボール一旦クリアで戻すんですが、ここ胸でトラップしたところ杉浦のシュートでした。いや失礼、藤村ですね、藤村のシュートでした。39分前沿金沢左サイドからここ杉浦がボールをキープ、そして大橋からのダイレクトパス、最後は清原のボレーシュートでした。今日一番ですね、こうゴールに近かったのは、このシーンだったかもしれないですね。いい連動性を、ね、見せましたですね、はい。そしてエンド変わります。72分の前沿金沢の攻撃、沼田のこのクロスハンドアピールだったんですが、さらにもう一度入れ直します。今度はファーサイド、ターゲットはこの柿田だったんですが、オンターゲットにはなりませんでした。75分ここで倒されて早いリスタート、ここは清原縦に持っていきます。そしてこのシュート、ゴールキーパーの向きを読んでのシュートでした。若干アウトにかけましたかね。そうですね、枠に行ってればもしやというね、はい、シーンでしたね。そして79分大分です。ここで三平が受けます。そして後ろから走る松本にヒールで落としたところ、最後シュートを打ちましたが、ここは沼田が後ろからプレッシャーをかけていました。そして最後のシーンですね、決勝ゴールのシーンです。いやここもやはり左で起点を作って、この丸谷のシュート、ほとんどノーステップだったんですけどもね。星選手からの組み立てで、最後丸谷選手のシュートでした。